さあ皆さん始まりました。2月の28日、今が16時21分、いつも通りマーケットの分析始めるんだけども、日経平均若干下落ですね。日柄調整がちょっと高値圏内続いているような形です。で、直近のニュースで言うと、ヘッジファンドがハイテク株を強烈に売ってきてるみたいなね、そういったニュースも流れてきてるし、日本株市場に関してはセクターローテーションですね。高いところから安いやつ、まあ、出遅れ銘柄であったりとか、来月の配当取りを狙ったバリュー株へのシフト、そこはちょっと一部確認されてきてるので、なのでそこあたりもひっくるめた状況のアップデート、いつも通りやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボラス狙ってね、毎年社長賞を取ったり、実務経験はしっかりと積んできてるので、そこあたりを踏まえた上でこれからの話参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやってるので、今以上に力をつけたいっていう方がいたら検討してみてください。特に今回特別にね、6ヶ月 20% クーポンをメンバークーポンを出しているので、で、その有効期限が明日までなんですよ。詳細はこの動画の下の概要欄の方に載っけてますのでご確認ください。よろしくお願いしますという下りの中で、さあやっていこうか。日経平均バンドーク日柄調整の動きがちょっと入ってきてるんですよね、一旦ね。で、直近強烈な上昇トレンドかな、日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇波動、まあ、それが入ってる中で、上の青のラインから若干日足が剥がれ落ちてきてるんですよ、うん、で、バンドーク終了の形っていうのがあって、バンドーク日柄調整が入って、パラボリックマック D が下落トレンドを形成すると、一旦ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインであったりとか、黄色のライン、25日移動平均線までの軌道修正が入りやすいよっていうのが一連の期待値としてあるんですよ。で、これが、その初期段階の日柄調整なのかどうかですよね。ちなみにパラボリックはボリバーの中央線、この赤のラインを越えてきているので、まあ、トレンド転換しやすくなってきている。で、ストキャスティックスは過熱気味で、RSI も過熱感伴っていて、RSI の下値抵抗ラインですね。ここのラインを割ってくると、ちょっとしっかりめの、まあ、あの、調整が入ってくる可能性が考えられます。で、MACD は下落トレンドはまだ形成してない。上昇トレンドですね。ただし、パラメーターの水準が高いんですよ。1000まで上がってるんですよね。うん、ここあたり見ると MACD 結構強烈に過熱感伴ってるよねっていう形ですよね。で、今期待値以上の上昇が入ってきてるわけじゃないですか。まあ、乗っかってますけど、まあ、あの、PR ですね。16倍の日経平均の理論値かな。37,844円。ここを抜けて今日経平均上がってるんですよ。まあ、大体 16.5 倍のラインぐらいまで上がってるんですけど、ちょっとね、やっぱりあの、ここからさらに上がっていくかどうかに関しては、はっきり言ってクエスチョンなんですよ。if じゃないです。クエスチョンですね。ついてはいるけどね、バブルの時の最高値更新して上がってるんで、4万円ぐらいまですんなり上がっていくのかなって思ったら、一旦小休憩挟んでる形じゃないですか。で、直近高く上がっていた半導体ハイテク感も上昇一服してきてるし、そこをどう捉えるかですよね。あ、ちなみにあの、ここのね、あの、上昇に関しては、はい。例のあの2つの条件を満たして上がってるわけですよ。ただし3万6000から3万8000円まではあの期待値であって、それ以上やっぱしイフなん、あのクエスチョンなんですよね。さらに上がっていくかどうか結構過熱してると思うんですけどね。で、僕に関して言うと、もあの高いところのやつは売って安い銘柄、あの出遅れ銘柄であったりとか、あとは来月に向かった高配当銘柄の方に資金をシフトしていってます。やっぱし来月の最大のテーマは、配当取りと、あとは日銀の政策が来るかどうかっていうところじゃないですか。もちろん、アメリカの CPI であったりとかね、経済指標が強かったら、アメリカの金利がまた上昇して、まあ円安が進む可能性もあるし、そこあたりでね、やっぱしあの、結構動くと思うんですよ。特に来月はメジャー SQ 週でしょ？先物の期日の大きな入れ替えがあるので、そこが、あの、やっぱし起点となってくる可能性もある。で、ちなみに日本のメジャー SQ 週が第2週で、アメリカが第3週ですね。はい、メジャー SQ 週にやっぱし大きなあの売り仕掛け買い仕掛けっていうのが入りやすいから、来月結構ね、あの上がってる分動いてくる可能性はあるかなっていうふうには思うんだよね。そこだけちょっとケアで、日経平均のそこあたりもひっくるめてね、データを見ていくんですけど、まず見ていくのが理論値ですね。ここに関してはもう上昇止まってるんですよ。もう決算終わったんでね、2月の27日昨日時点、今日のデータまだ出てないんでね、現時刻をもって日経平均の EPS、一株当たり利益が 2365.25 円なんですよ。で、これかけることの PR をしてもらうと、さっき言った理論値が出てくるんですけど、PR16 倍をかけてもらうと 37,844 円。これが、あの、やっぱし理論値として出てくるんですね。はい。
上げてきてるんですね。で、ここからさらに、やっぱし EPS が大きく切り上がってくることは難しいっていう形になるから、ちょっとね、どうなのかなって思ったりするんですよね。で、ここに絡んで見てほしいのが、昨年のやっぱ相場なんですよ。はい、昨年の相場。特に見てほしいのが、去年の9月と11月の動きですね。ここで日経平均、大きく高値取って急落10%して上げ下げして元に戻ってるでしょ？ここに今回日経平均が上がったヒントが隠されてるんですよ。3万6千円から日経平均がもっと上がっていくためには、2つの条件を満たさなければちょっと難しいと思うっていうことをみんなに話していて、その条件が満たされて上がったんですよね。で、ここもやっぱし同じようなケースで上がって上下している。で、まず見てほしいのが去年の9月。はい。15日と19日、日経平均高値取ってから急落してるじゃないですか。なんでかっていうと、この時点、昨年の9月時点での PR16 倍の日経平均の理論値が3万3000円くらいだったからですよ。で、そこで、プラスアルファで、9月の20日にある下落のスイッチがポチッと押されて、そこから10%下がってるんですね。で、そこから上げて下げて11月。ここで怒涛の変化が入ったと。10月と31日にある上昇のスイッチが、ポチッと押されて、さっきの条件の一つですね。かつ、11月の2日に大きな上方修正が入って日経平均3万3500円ぐらいまで戻ってるんですよ。じゃあ、その時期の日経平均のデータを見てみましょうというところなんですけども、はい。昨年の9月の15日から19日時点での日経平均の PR は16.11倍まで上がってるんですよ。なんでかっていうと、その時点での EPS が2063円。今よりも300円下だったから。なので、これかけることの PR16 倍をしてもらうと、理論値が3万3000円出てくるんですね。ここまで上がったから日経平均は下落してるんですよ。で、なんでかっていうと、日経平均って過去の期待値を見てみると、PR11 倍から16倍の値動きを代替してるんですね。PR11 倍まで下がったら、買い。目先の割安感からね。で、PR16 倍まで上がったら過熱感から売り。これが大体当てはまってる。で、もちろんイレギュラーな時はあったと。コロナショックの時は10.5倍まで下がったし、はい。アベノミクス初頭の時は、初期の頃は16倍抜けてから上がってましたからね。ただ、大体期待値的な過去の傾向から言うと、このレンジ内で収まるんですよ。なので、PR11 倍から16倍のレンジ内での動きを取ってくださいっていうふうに言ってるんですけど、で、昨日ね、ちょっと思いついたところがあって、コロナショック、今言ったでしょ？コロナショックって PR10.5 倍まで下がってるんですよ。通常のレンジよりも0.5倍さらに余計に下がってるんですよね。ということは、もしかすると、16倍、にプラス0.5倍ぐらいが、要は16.5倍ぐらいがもしかすると、上値のラインとして意識されてるのかもしんないね。はい。まあ、とりあえずそんな感じですね。なので、PR16 倍までこの時期は上がったから日経平均は下落したんですね。かつ、もう一つの条件、下落のスイッチがポチッと押されたから。ただし、11月に大きな変化が入ったんですよ。で、この時何があったのかっていうと、決算シーズンですね。決算がどん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 発表されて、11月の1日、日経平均の1株当たり益、2077円だったのが、翌日ドーンって上方修正、3.83%急進したんですね。その結果どうなったかっていうと、日経平均の理論値が1300円上がったんですよ。はい。33,243円が34,517円。で、そこから決算が発表される前に、理論値がどん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 上がって、最終36,000ぐらいまで上がったんですね。なので日経平均が上がったんですよ。で、これ個別銘柄もそうですよね。企業の決算、まあ稼いだら、稼いだ、まあ稼いで情報修正とか入ったら株って上がりやすいじゃないですか。理論株価が引き上がるんで。それと同じ。この日経平均の理論値もベンチマークなんで、ベンチマークが大幅に上方修正されると日経平均上がりやすいし、逆に下方修正されると日経平均って下落しやすいんですよ。その上昇幅が、やっぱし、大きければ大きいほど、リアクションが入りやすいんですね。で、ここでは極端に1300円上がって、33,000から36,000と、だいたい3,000ぐらい理論値がプッシュアップしたんですね。なので、11月の相場は大きく上昇したんですよ。11月はこんな風に大きくドーンって上がったんですよ。で、これと同じ条件が、今回、入ってきたんですね。2月の7日。ここ見てほしいんだけど、EPS。
2256円から翌日2309円と 2.38% 強烈に上がって、そこから上昇がさらに続いて現状のまあ大体2370円ぐらいまで上がってるんですよね。でその結果理論株価がどうなったかっていうと、 PR16 倍の理論値が2000円プッシュアップしたんですよ。3万6000円ぐらいだった理論値が3万8000円ぐらいまで上がったんですね。だから日経平均は2月の7日から上がったんですね。はい、2月の7日。ここですね。ドーンって上がったんですね。ここあたりで揉んでたでしょ。ただ2月の7日からこうドーンって上の方に上がってるじゃないですか。8日ぐらいからですね。なぜかっていうと EPS が大幅に切り上がったからですよ。そこから。かつ、2月の7日にこの黄色の垂直線引いてるでしょ。上昇のスイッチも入ったんですよ。で、このポイント、この上昇のスイッチが肝で、ここで見てほしいのがビッグ指数ですね。市場の不安心理を表す恐怖数です。これアメリカの S&P500 のやつなんだけど、これって機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほどビッグ数は急騰、逆に株は急落しやすいと。で、ビッグ数が急落すると株は上がりやすいっていう性質があるんですよね。で、全ての起点は MACD から来るんですよ。ビッグ数と MACD、デッドクロス形成、これ上昇のサインです。で、ゴールデンクロス形成が下落のスイッチで。8月の25日、デッドクロス形成上昇。9月の20日、下落のスイッチ入りました。で、10月の10日、上昇。10月の19日、下落。10月の31日、上昇のスイッチが入って、で、12月の4日、下落のスイッチ。で、2月の7日に上昇のスイッチが入って、2月の13日に下落のスイッチが入ってるんですよね。で、ちなみに、この12月の4日と2月の13日に関しては、騙しの可能性皆さんに話してたので、はい。で、直近もね、騙しの可能性あるよねって話だから、そこはね、気にしなくていいです。見分け方があるので、多分これだっていうところがですね。詳細はメンバーシップ内の動画でしか話してないので、半年前に話してるんだけど、パターンに関してはですね。はい、シャープ、ダンバリング動画の111の動画をメンバーさん見とってください。よろしくお願いします。まあ、とりあえずそのスイッチが入ったと。で、この日付を日経平均のチャートにプロットしてみると、まあ、面白い結果になるんですよね。で、うちのチャンネルってこれ、チャンネル解説当初から皆さんに話してたから、大体の急落急騰っていうのはここで読めてるんですよ。だから儲かってる人いるんだけどね。VIX と MACD、デッドクロス形成して8月の25日上昇、9月の20日下落、で上昇下落、で10月の31日上昇でしょ？はい。で、直近2月の7日も VIX と MACD、デッドクロス形成して上がってるんですよ。これが2つ目の条件です。VIX と MACD、デッドクロス形成と、EPS の大幅な上昇修正、これが入ってくると日経平均上がりやすいよねって話をずーっとしてて、それが入ったから日経平均上がってるんですよ。で、VIX と MACD、デッドクロス2月の7日に組んだんですけど、日本時間に、日本市場に反映されるのが翌日なので2月の8日から動いてるんですよね。で、その時にはザラバでちゃんとね、VIX と MACD、デッドクロス形成してるよっていうのを、まあ皆さんの方にもね、お伝えしてるし、伝えてるし、見事にそこから上がってますよね。ここまでが理論値なんですよ。ただしですよ。2000円のプッシュアップなんですよ。3万6000円から3万8000円なんですよ。期待値として読めるところは。で、さらにそこからは AI の、やっぱその、関連銘柄の爆上げであったりとか、あと円安がね、やっぱしまだ加速してるっていうところであったり、輸出関連銘柄にとってはプラスですよね。かつ、マーケットのね、空売りが非常に多かったっていうところで、期待値以上の上昇してるんですよ。ここから先は、はっきり言ってどこまで上がるかってところなんですよね。まあ、ついてますけど。なんでかっていうと、うちのチャンネルでは、昨年の12月やったり1月に買っていきましょうっていう話をずっとしてたんで、安いやつをね、投げられてるやつとか。で、そういった銘柄やっぱし上がってってるから、半導体株。で、ここあたりの上昇も大体まあ読めてるので、データ的なところでね。うん。ここあたりで僕も買ってたし。はい。それは X で皆さんに伝えてますよね。夜のライブ配信でも毎日言ってたし。うん、まあ、大体その、今の相場は結構簡単だよね。買ったら儲かるみたいな相場なんだけど、ただね、やっぱし出遅れ銘柄はね、結構あるからね、そこなんだよね。まあ、とりもかくにも、やっぱしここからやっぱし上昇したのは、昨年の、まあ、9月から11月の、しっかりとした、要は仕組みね、上がった条件であったりを理解していると、結構ね、楽にね、やっぱその予測することができるような形ではあるんですよ。そこは覚えておいてほしい。で、今が、さっき言った通り、期待値以上の何かが起こってるってわけでしょ。で、ここで見てほしいのが、まず、マーケット全体の信用の売りですね。空売りがどんだけ溜まってるかなんですよ。2月と22日時点での最新データ、昨日発表されたばっかしのデータですね。マーケット全体で、
信用の売り算が1兆円ぐらい、1兆円以上あるんですよ。これ異常値です。多すぎるんですよ。で、逆に、売りよりも買いの方が 3.77 倍多い、まあ4兆円相当。まあこれもね、非常に多い金額、信用の買いが入ってるんだけど、ただし、信用の買い手は損失、そんなに被ってません。なんでかっていうと、信用評価損益率がマイナス 4.77% だから、非常に低いです。マイナス 4% 台まで下がるっていうのは、ほぼないよね。あんまないよね。で、マイナス2桁% 以上、やっぱしこの評価損益率が、ね、下がってたならば、信用の買い手は含み損を結構抱えてるねっていう状況になるので、ちょっとね、やっぱし売りで下がったら、狼狽売りとかが出やすいような形、投げ売りが出やすいような形になるんだけども、今は信用の買い手そんなに損失被ってないから慌ててないんですよ。どちらかというと、株が下がるに下がらないので、空売り勢が焦って、空売りの買い戻ししてるような形なんですよね。マーケット全体で信用の売りが多いから下げにくいっていうのはやっぱし構成、まあ構造上あるのかなっていう感じがするかな。特にここあたりを見て狙いすましたように証券事故も買ってきてるわけでしょ。で、これね、明日最新のデータが出てくるんで、引き後にね、必ずチェックしておいてほしいんだけど、おそらく証券事故買ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、まだ。2月の16日の週時点でのデータでは、海外勢が7週連続で買い越し、3013億円相当買ってるんですね。で、個人投資家と投資信託、信託銀行は売り越しね。で、日本の年金基金は、まあ、信託銀行経由で、売買の手口を入れてくるっていうふうに言われてるので、おそらくね、GPIF は売ってるという。まあ、リバランスの関係でね、うん、売ってるのかなと、日本株を。で、証券事故は、6346億円、大量に買ってるんですよ。で、まずね、覚えておいてほしいのが、海外勢と証券事故は買ってるっていうデータが出てくると日経平均で結構強いので、そこは覚えておいてほしい。去年の4月から6月もそうだったからね、日経平均が2万8000円から3万3000円、まあ5000円ぐらい上がった時も、やっぱし海外勢買って証券事故買って個人は売ってるっていうデータが出て、それで上がってったから。そういったで、並びが出てくると強いんですよ。で、ポイントなのが証券事故なんですよ。マーケット全体で、ね、信用の売りが、空売りが増えてると、証券事故は買ってくる傾向が去年から出てるんですね。去年の1月の27日から6月の末に向かって、3月の末ですね。3月の10日。ここも信用の証券事故断続的に買ってるじゃないですか。最終1兆円以上買ってるんですよ。1.4 兆円ぐらい。で、4月の21日から6月の末もそう。ここも証券事故毎週のごとく買ってるでしょ。で、8月の10日からはい。10月の6日以降もそうなんですよ。ここ毎週のごとく日本株をキャッシュで買ってますと。ただし変化が起きたのが9月の29日から10月の6日ですね。はい。証券事故。その前週、5493億円買ってるのに、翌週買い越し額大幅に減額、875億。で、その翌週には 1.1 兆円売ってるんですよ。なんでかっていうと、この時期に空売りが激減してるからですね。空売り残が。もう一回日常合計の売り算見ましょう。はい。去年の1月の27日から3月の10日の週、マーケットの空売り急増してるんですよ。6000億円台。これボトム近辺です。6000億円台がね。6000億、8000億、9000億、異常値である1兆円まで空売りが急増。この時期。で、4月の21日もそう。6月の末に向けて、6000億、8000億、9000億、異常値である1兆円まで空売り算が急増したんですね。で、8月の10日もそうなんですよ。8000億、9000億、9888億。約1兆円ですね。そこまでマーケット全体で売りが増えてました。ただし変化が起きたのが9月の29日の週。売り算が9000億円台から7000億、6000億に減ってるんですよ。あれれって思いません？はい。証券事故の買い越し額が減額して大量に売り越した。その時期と一致してますよね。証券事故って、マーケット全体で空売りが増えてると、買って焼きに来るんですよね。空売りですよ。丸焦げにしに行くんですよ。はい。要は考えとしては、マーケット全体で、まあ証券事故の考えとしては、思惑としては、マーケット全体で空売りかなり増えてるな。下がりにくいだろうな、この状況だったら。だったら逆に買ってやろうと。買って買いまくって、逆に、下がるに下がらないところから上がってきたら、空売り勢が焦って買い戻しに、まあ転じてくると。そうなってくると、日経平均がもっともっと上がってくると、多分。っていう、要は考え方ですよね。それのもとに、要は買ってきてるんじゃないのかなっていう感じがしてます、個人的には。データの並びがまあそう言ってるので、そういった傾向があるんですね、証券事故は。で、
今の現状、まだ空売りが全体多いんですよ。1.6兆。すいません。1兆600億ですね。なので、おそらく証券事故は買ってきてるんじゃないかなと。で、逆に海外投資家が7週連続で買ってて、2.7兆円ぐらい買ってるんですよ。ここで、次また買ってくるかどうかですよね。そこがやっぱし見ものかなって感じがするかな。で、ちなみに日本株の過熱感に関しては、そこまで過熱感は伴ってない。騰落レシオ。120下回ってるん、全部。で、騰落レシオっていうのが何なのかっていうと、日中値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から求められる指標であって、120を超えると過熱気味なんですよ。で、80を下回ると売られすぎっていう流れの中で、今別に過熱感も売られすぎ感もないんですよね。なので、ニュートラルな状況が依然として続いてるのかなという、そういった形ですね。まあ、とりあえずデータがこれで以上で、あとはね、見ていくのがやっぱしドル円の動き、海外勢の動きを見ていかないといけないから、ドル円今150円の70銭台まで円安がまた進行してきてるんですよね。で、これがね、どうなるかですよね。アメリカの CPI とかもあるし、場合によってはまたアメリカの金利が上がってくるかもしれないでしょ。政策金利引き下げの思惑がまた後退して。か、それ VS 日銀の政策がもし変更されて、日本の金利が上がって、素直に円が買われる、円高になる動きがドル円に入ってくるかどうかですよね。で、もし円高になって、極端な下落が入ってくるとするならば、やっぱし円安関連銘柄とか、まあ、自動車関連とかさ、特に、そういったところに下落の圧力が入ってくる可能性もあるわけじゃないですか。逆に金利が上がってくると銀行株に関しては、まあ、恩恵が入ってくるので、そっちはプラスですよね。なので、そういった手口、来月に向かった手口が、今、銀行株の方にも、まあ、上がってきてるから入ってきてはいるよね。で、これを見た上で、ドル建ての日経平均を見るんですけど、これ日経平均割ることのドル円のチャートなんですよ。分子が日経平均、分母がドル円。要は、為替の変動リスク、ドル円の変動リスクを考慮した、海外投資家が見てる日経平均はこれなんですね。で、フィボナッチのレッドゾーン、263ドルかな？ 423.6% 戻しラインにまで上がって、一旦止まってるんですよね。ここをどう見るかなんですよ。ここで売ってくるかどうかなんですよ。要は、さっきの投資主体別売買動向とセットで見ることが、このチャートすごい重要で、例えばね、8月の9日以降、海外投資家って日本株をキャッシュでバン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 買ってたんですよ。ただし、このダブルトップのネックライン、ここのボトムラインですね、を割った、ピンクのラインですね。8月の9日以降、海外投資家一気に売りに転じてるんですよね。売って売って売りまくって、ピンクのラインまで戻った9月の半ばから後半、ここでも1兆円ぐらい売ってるんですよ。で、売りまくって、200日ライン、このピンクのライン割ったあたりで、要は現金で1兆円買ったと。で、ここの上昇は、そんなにキャッシュでは買ってないんだけど、先物で1兆円の買い仕掛けを入れて、200日ラインを超えたこの時期、3000億円相当プラスで買い。買ったんだけど、この日足の上値抵抗ライン、黄色のラインとピンクのラインタッチした、この週で1兆円売ってるんですね。売った！売ったけども抜けた！トレンド発生、上昇トレンド、買い越しに転じた。で、去年の6月のこの高値ラインですね、抜けた段階で9000億円相以上オーバー買って、まあ、累計でここあたり6週連続で2.5兆円ぐらい買ってるんですよね。そこのデータがさっきの投資主体別売買動向を見ると、重ね合わせると面白いことにまあ被ってくると。8月の10日までは毎週のごとく日本株をキャッシュで買ってたでしょ。ただし、さっきのピンクのライン割った段階で、大きく売り越しに転じてるんですよ。で、9月の15とか22、ピンクのラインまで一旦戻した時期も1兆円ぐらい売ってるんですよね。で、200日ライン終わった段階で、まあ1兆円ぐらい買いましたと。キャッシュでね。で、ここあたりで1兆円の先物の買い仕掛け。で、200日ラインを抜けたんで3600億円相当買い。なんだけど、我の抵抗ラインタッチしたんで1兆円ぐらい売った。売ったけど抜けたんで買ったと。ここあたりでね。で、昨年の6月の高値ラインを割った、超えたので、9555億とか。ここあたりで6週連続で2.5兆円ぐらい買ってるんですね、海外投資家が。なので、やっぱし分かるわけなんですよね。こういったチャートと重ね合わせることによって、海外勢の動向が。で、今、ここでタッチしてるんですよ。RSI 加熱気味なんですよ。ストッキーは MACD。どうなのかなってとこだよね、こう見るとね。楽観視はしてないですけど。
じゃあ、ここあたりをひっくるめて、今日の日経平均の上下に寄与した銘柄群も見ていきましょう。上昇企業の1位、東京エレクトロン、0.63%上がって日経平均を22円相当押し上げています。で、その下にリクルート、ファナック、NTT データ、キッコーマン、ここあたりが上がってると。で、逆に下落トップがファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、信越化学、オムロン、第一三共ですね。で、オムロンね、今日 4.41% 下がってるんですけど、確か大和証券やったっけな、目標株価を、確か9000億円台から5500円ぐらいに大幅に引き下げてるんですよね。そこあたりを見て、やっぱし急落してるっていうところかな。まあ、それは個別の材料なんで、さておき、じゃあ主力銘柄の動きをちょっと見ていこうかっていうところなんですよね。まあ、オムロンさっき言った通り4.41%下がってると。まあ、バンドーク、日柄調整が入って、パラボリック、マック D が上昇トレンドを形成すると、ボリバの中央線25日まで上がりやすいよ。で、この2つのラインが鋭角に下がってると、一旦そこで頭を取って下がりやすいよねっていう期待し通りの動きかな。で、ニデックも今日押してて、で、ニデックに関しては関係してるかわかんないんだけど、アップルが EV 開発断念してきてるじゃないですか。まあ、10年間こう温めてきたアップルがなくなるんかな。まあ、多分製造環境とか、中国のリスクであったりとか、今 EV 関連銘柄である、まあ、テスラとかも価格競争に追い込まれてますよね。中国のところも。で、ニデックも、やっぱし、作って売ったら赤字。で、取引先も全部赤字っていう異常事態だっていうぐらい、やっぱし EV 市場って、中国中心にきついわけですよね。価格戦争に追い込まれて。そういうところをひっくるめて、やっぱし、アップル断念っていうところで、材料視されて売られてきてるのところもあるのかなと思ったりしなくはないけどね。で、レーザーテックも今日下がった。一旦プラスで動いてた時もあったんだけど、最終1.4%下落なんですよ。で、これは前から言ってる通り、フィボナッチとレッドゾーンで頭取ってるんですよね。423.6%申し合いの43,400円。で、ここ、めちゃ規則正しいパターンで動いてるので、割っちゃいけないラインは明らかなんですよ。要は見たらわかるでしょ。ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインと25日移動平均線ライン、この黄色のラインをボトムラインとした綺麗な上昇波動を形成してるじゃないですか。大きく急騰するときって個別株が、こういったパターンを形成して上がっていくんですよ。ということは、このチャートの形が崩れたら、要は下がりやすいということです。例えば、日足がこの2つのラインを下回ってきたり、5日と25日がデッドクロス形成したりとか、そういった動きをしてくると、ちょっとアウトだよね。かつダイバージェンス効果も出てるんで、ここの、こっちか、こっち。いいしとこっか、こう。割ってきてるんだよね。一応、ここの直近のやつで合わせるとこうなんだけど、一致してる点が多いのはここなんですよ。要は、日足の割れ抵抗ライン切り上がってるのに、RSI と MACD の割れの抵抗ライン切り下がってるでしょ。その段階で、RSI の下値ラインを明確に割ってくると、ちょっとしっかりめの調整が入りやすいんですよ。どっちだ。こっちにしとこいじゃん。なので、詳細は爆撃戦略の、無料動画で公開している爆撃戦略シリーズの中に、の3かな ?3 か4に載せてるので、それ見とってください。こういったチャートで急騰している銘柄が下がるとき、どういった条件が揃うと、下落しやすいのかっていうのを解説した動画があるんですよ。この動画を最後まで見てもらうと、爆撃戦略多分3だと思うんだけど、3っていうサムネイルが出てくるので、画面にバンってですね、最後まで見てもらうと。それをクリックしてもらうと、その詳細を見ることができるんで、皆さんよかったら確認しとってください。よろしくお願いします。海外勢が直近上がっていたハイテク株を4営業日で結構強烈、激しく売ってるよみたいな感じのニュース出てたからね。昨日動画でも紹介してますけど、関連記事は僕の X の方にポストしてるので、よかったら見とってください、皆さん。アメリカの方は結構売りの手入ってるみたいですね。で、ソフトバンクグループ0.8%下落。で、ファーストリテイリング、まあちょっと上昇一服で横横状態ですね、最近はね。アドバンテストも0.01%上がってるだけでしょ。ちょっと上昇一服してるんですよ。で、逆に上がってるのが、フェローテック2.68%であったり、まあこれプライムじゃないからね。市場が違うからね。M3 2.55%上げ。出遅れ銘柄ですよね。で、リクルートであったり、日産も出遅れてたところから上がってる。で、ファナックも直近出遅れてたんだけども、ここもと毎週のことが、上がってますよ。2週間3週連続で上がってますよね。で、メルカリであったりとか、あとはスバル。東京エレクトロン。まあ、東京エレクトロンは高いけどね。上がってるけどね。で、ダイキンも若干ボトムアップ。ニトリとか。こんな形が動いてるかな、ところがね。で、あとはね、バフェット効果で動いてた商社株とかを見るんですけど、証券じゃないね。商社。今日の商社はマイナスやったんですよ。三菱商事、バンドーク日柄調整が入ってきてるんですよね。バンドーク終了サインが出てきてるんですよ。
で、パラボリック MACD は下落トレンドを形成するのは一旦ボリバの調整25日まで修正派ですね。で、丸紅であったりとか、双日、住友商事、三井物産。まあ、ここあたりもちょっと押してるんですよね。瞬間上がったんだけどね。バフェットさんが 9.9% まで、まあ、増やすみたいな感じで言うてからさ。で、あとは銀行株。ちょっと見てみましょう。16番ですね。銀行株。で、三井住友フィナンシャルグループは、今日は下がってて、三菱 UFJ とかも下がってるんです。直近上がっていた銀行株もちょっと今日押されて、全体的に下落してる感じかな。で、僕が持ってる銘柄も半分ぐらい下がったので、含み益はね、今日減ったんだよね。若干ね。気持ち悪いですけどね。しゃあないよね。上がり続ける相場ないんだよ。ただ、コモと3日間の動きだけ見るならば、半導体株の上昇は一服してるし、どちらかというと出遅れていた銘柄であったりとか、バリュー株であったり、中小型株に資金がちょっと向かってるよねっていう感覚はあるから、まあそっちの方についてはいます。来月のテーマはまあ多分変わると思うんでね、おそらくね。っていうことを信じて買ってるんで。で、あとトピックスですね。それに関連して見ていくのが。トピックス。トピックスのチャートがなくなってる。これかな？東証株価指数。トピックスですね。トピックスも2674ポイントまで上がって、まあちょっと今日は、ね、0.13%下がってるんですよ。で、グロース株ね、中小型株は今日0.55%上がってるんですよね。日経平均よりも、まあトピックスの方が下がってはいるんだけども、グロース株は上がってるんですよ。出遅れていたセクター上がってるんですよね。で、25日と200日のゴールデンクロス形成が入りそうなので、しかも上昇方向にバンド置く。出遅れていたところにマネーは向かってるよね、これ見てもね。で、NT 倍率もちょっと確認するんだけど、これ日経平均を割ることのトピックスです。分子が日経平均、分母がトピックス。上がると日経平均への寄与度の高い銘柄の優位性が高まります。下がるとトピックスへの寄与度の高い時価総額の大きいバリュー株であったり、高配当銘柄が上がりやすくなるんですね。で、これは来月に向かってちょっと一旦下がってくるのかなっていうふうに僕は思ってやってるから、高配当銘柄よりにちょっと傾くのかなと思ったりするんですけどね。チャートの形で言うと断続的なゴールデンクロス形成が見えてるから、ちょっとこの後ね、まだ上がってきそうな感じはするんだけど。日本の10年債利回り、0.696%です、ちなみに。下落ね。じゃあ、ここあたりを見て、昨晩の米国株の動き見ましょうと、ニューヨークダウは96ドル安なんですよ。下落してるんですね。で、フィボナッチとレッドゾーンが4万ドルなので、レッドゾーンのところで、まあちょっと頭取ってる感じですよね。ストッキー RSI、MACD。ここもダイバージェンス効果なんですよ。日足の割れ抵抗ライン切り上がって、RSI と MACD の割れ抵抗ライン切り下がってるので、RSI のこの下値ラインを割っちゃうとダメね。で、あとは S&P500 もそう。ダイバージェンス効果出てます、ここも。RSI の下値ラインを割っちゃダメ。で、ナスダック0.37%上昇。ここもダイバージェンス効果出てる。RSI の下値抵抗ラインは重要だよねってところは意識。こことここの三角持ち合いですね。で、ソックス指数、0.18%下落ですね。ここも切り上がってるんだけどね。日足の割れ抵抗ライン、まあ、切り上がってるのに、RSI と MACD の割れ抵抗ライン切り下がってる。まあ、ダイバージェンス効果はここも出てる。ここのライン割っちゃダメ。ここはこっち。ここはちょっとアメリカの動きとして認識しておかなければいけないかな。で、WTI 銀はちなみに78ドルですね。じゃあそこあたりを見て、セクターベース騰落率。昨晩、グロース株とバリュー株、どっちが強かったのかっていうと、若干バリュー株なんですよ。GV 倍率は下落しているんで、ただ対局で言うと、まだグロース株寄りではあるよね。で、そういった中で、動いたセクター。一番下がったセクターがコミュニケーションサービスセクター。アルファベット下がってますからね。で、エネルギーセクターであったりとか、ヘルスケア。あとは、生活必需品が若干下がってると。で、逆に上がってるのがユーティリティ。公共株。で、マテリアルセクターであったりとか、金融株ですね。で、あとは、一般消費財か。ここあたりのセクターが上がってるんですよ。まあ、4セクター以外の全てのセクターは一応上昇はしてるって感じ。アメリカの金利。2年債利回り、5年債利回り、10年債利回り、20年債利回り、上昇一服で横横状態ですね。で、日米金利差に関して上がってるので、まあ、円安の方向に行きやすいよねって形かな。アメリカの10年債利回り引くことの日本の10年債利回りなんですよ、これは。で、これが上がっていくと円安に、まあ、傾きやすくて、下がっていくと円高になりやすいってとこだけ、まあ、ざっくりと覚えててもらえたら、ここはいいかなって感じです。
個別銘柄は、まずはガーファム、アマゾン、0.68% 下落。ジェフ・ベゾス氏がここあたりで大量に売ってるので、断続的にですね。だいたい170ドルぐらいで売ってるんですよ。2021年の時も結構売ってて大量に。その時はそこを天井として下がったりしてたんですよね。で、メタも売ってるんですよ。ザッカーバーグさんが。直近大量に。上がってるんで、1.10% でも上がってる。で、NVIDIA 0.49% 下げですね。で、NVIDIA が下がってくるとアドバンテストも下がりやすいので、そこは注意。NVIDIA とアドバンテストのチャートって比較するとほぼ一緒なんで、連動して動いてます。はい。で、あとはテスラ。0.17% 下落ですね。若干切り返してきてるよね。バンド終了後の動きです、これは。で、Apple 0.8% 上昇。アドバンストマイクロンデバイス 1.13% 上げ、アルファベット 0.97%、まあ、若干戻したね。下げたところから。この動きになったね。前、話してたやつ。で、マイクロソフトが 0.01% 下げかな。で、一番上がっていた銘柄、下がってた銘柄はユニティソフトウェアね。6.11% 下落。これ決算後の動きですね。パッとしなかったんで。で、アームも上がったところから下がってると。アムジェン、ユナイテッドヘルス、台湾セミコンダクター、シェブロン、アドビー、ショピファイ、マクドナルド、ファイザーとかが動いて、逆に上がってるところがズーム、決算後急伸ですね。で、カーニバルも大きく上げ。で、アルコア、リフト、ブロック、仮想通貨関連ね。ソーライチ、ウォールグリーン、マイクロン、ネットフリックス、バンクオブアメリカ、スナップ、ウォルト、ディズニーですね。ボーイング、カーロー、あそこです。キャタピラ。バリューカーの中心ね。キャタピラ強いね。ボーイング。0.43% です。ここあたりが低迷してるよね。やっぱしいろんな、障子が続いてから。その他の市場。香港、ハンセン、下落。深セン、2.4% 急落。で、上海総合指数も 1.97% 大きくちょっと下げてるから、指数が。で、欧州市場は強いです。ユーロストック50、バンドーク。ドイツ、ダックスも上げ上げ。バンドークですね。強烈にも上がってる。で、ブラジルボベスパも今日ちょっと上がってるかな。で、ビットコインも急伸してて878万なんですよね。最高値更新でどん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 上げまくってるのが、まあ仮想通貨ですね。強いですね。で、リート。日本のリートは下落して、アメリカのリートは 0.1% 上がってるような形かな。コモディティ。仮想通貨強いよね、本当にね。ビットコインね。どこまで上がるんだろうね。ユーロ円、163円。ユーロドル。若干ユーロ売りドル買いが入ってる感じですね。韓国はちなみに下がってるんで気持ち悪いです。個人的に。韓国に今いるので。円高あんまり売れ、円安はあんまり嬉しくないですね。メキシコペソとか。はい。大体円安方向だよね。なので、現状のマーケットの分析を全体的にしてるんですけど、やっぱしローテーションは入ってきてるよね。ハイテク株鈍いし、動きが。反面、バリュー株であったりとか、中小型株が最近動きいいでしょ？事前にもう動いてるから、上がってほしい期待的なところもあると思うんですけどね。個人的にはね。もちろん。ローテーション来ると思うんですけどね。個人的に。希望的観測もあるけど、もちろんね。上がり続ける層はないので、やばしね、しっかりと実利吐き出しながら、次の手打ってった方がいいとは思うんですよ。今月は、もう来月に向かって動きをみんなにしていこうっていう形で、後輩と銘柄狙っていこうとか。で、遅れてくるてるところを買ってるよとか、高いところ売ったよとか、そういった X でのポストしてますからね、僕もね。ただ、やっぱしここから EPS の上昇も日経平均も終了してるし、高いところをさらに買っていくってことはもうないよね、普通に考えて。安いところ買って高く売るだからね。安く買って高く売る。これずっと繰り返してれば、時間かかるにしても、そんなに大きな失敗にはつながらないと思いますから、まっとうな壁やってればね。そこだけ皆さんしっかりとやっていきましょう。特にやっぱし今新規のプレイヤーが増えて、証券会社に注文がバン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 高値取ったから、入ってきてると。はい。
バブル高値超えたんやったらやろうかみたいな感じでね、最高値更新だっていう形で、後追いでどん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 入ってきてるわけじゃないですか。もちろんね、バブルの時とは、情勢違いますよ。日本の企業の稼ぐ力であったり、PR であったりとか、そんな乱暴なところまで上がってないので、ただし PR16 倍借りて16.5倍でしょ。コロナショックの時は11倍下回って10.5倍まで下がったでしょ。そこあたり考えると、プラマイ0.5%ぐらい、0.5倍ぐらいはなんか余計に動いてくることもあるのかなって考えるならば、なかなかやっぱここから追いにくいっていうところあるんで、アメリカのち、あとはね、アメリカの PR とかはもっと高いですけど、アメリカと日本比べたらダメですからね。規模違うんで。世界の名だたるトップメーカーがあるアメリカと、日本とでやっぱ違いますかね、したわけどね。そこあたりはしっかりと、把握しとってほしいかなっていうふうに思います。なのでまた動きがあったらすぐに YouTube であったら X で情報配信していくので、最後によかったら皆さん僕のチャンネル登録と、あと X のフォローしておいてもらえると嬉しいのでよろしくお願いします。あとメンバーシップでね、テクニカル分析の勉強会もやってるし、メンバークーポンも、さっきも言ったんですけど、明日までしか使えないので、メンバーで検討してる人早めに使っとってくださいね。もう枚数も結構なくなってきてるんでね。よろしくお願いします。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。撤収お疲れ様です。